再開しています。在来線では JR 水戸線は栃木県の小山駅と茨城県の稲葉駅の間で点検のため運転を見合わせているほか、 JR 常磐線は茨城県の取手友部間の一部の列車で速度を落として運行しているということです。茨城県南部で震度5弱を観測した地震について、先ほどから気象庁が会見を行っています。会見の様子をご覧ください。こういった揺れの強かった地震においては